本通線は、かつて存在した東京都電車の路線の一つである。港区新橋にあった、新橋停留場と千代田区神田須田町にあった須田町、停留場を結んでいた路線で、1903年11月25日に開業した。1882年開業の東京馬車鉄道を、ルーツに持つ都電で最も長い歴史を有する路線であったが、 高度経済成長期の都電大規模撤去によって、新橋通り三丁目間が1967年12月に区間廃止され、残る通り三丁目須田町間も1971年3月18日に廃止された。本路線に対しては、銀座線という通称がマスメディア等で使用されることがある。全長3 7トル。 全線複線かつ道路上に軌道を敷設した平洋軌道で新橋停留場から須田町停留場までの全区間が現在の中央通り上に敷設されていた。また、全区間にわたって本通線の直下を栄団地下鉄銀座線が通っていた。起点は中央通り第一京浜と昭和通り、外堀通りが交わる新橋交差点に位置していた新橋停留場である。 新橋では第一京浜を北上してきた金杉線と接続し、軌道はつながっていなかったが、外堀通りを通信してきて、同停留場を終点とする蓬来八線とも連絡していた。停留場名にある新橋とはかつて交差点の北側を流れていた潮止川側にかかっていた橋の名で、開業当初は新橋の別名である芝口橋から芝口という停留場名であった。 また1914年までは停留場のすぐ東側に初代新橋駅が位置していたことから、1911年頃から同年までは新橋ステーション前という停留場名であった。新橋からは銀座、京橋、日本橋、神田と東京の代表的な繁華街を循環しながら中央通りを北上し、靖国通りとの須田町交差点にあった終点の 須田町停留場に至った。途中4箇所の停留場で、田野と電路線との平面交差があり、銀座4丁目停留場で春海通り上の築地線、京橋停留場で丹野京通り上の八丁堀線、日本橋停留場で永代通り上の千代田橋線、室町3丁目停留場で、国道6号、都道407号上の室町線と交差していた。 これらの内室町三丁目の見本通線と室町線をつなぐ連絡線が設置されていて、22系統及び臨時一系統の運行に使用されていた。終点の須田町停留場は10本もの運転系統が集まると電の一大ターミナルで、中央通りを引き続き北上して、上野駅前に至る上野線に接続し、靖国通り上を東西に伸びる両国橋線と交差した。 須田町停留場はもともと国鉄万世橋駅前に設置されていて近隣の神田田町に神田聖火市場があったことから周辺は明治から大正にかけて東京有数の賑わいを見せる町として知られていた。しかし当時は本通線と上野線が直接つながっておらず新橋から上野へ向かう電車は一旦両国共線に合流してから 上野線に分岐する暗い区上の経路を通る必要があった。その後関東大震災からの復興事業の一環として対象通りが整備されると、両国共線が対象通り上に移設することになったため、須田町、停留場も移転となり、これ以降本通線と上野線が直通できる構造となった。本通線を通過する運転系統は1962年の 時点では1.4922.40の後、系統あったが、このうち、全区間を走破するのは1系統のみであった。1910年頃の新橋、北爪を写した絵葉書。写真右側に写る車両は本通線を南へ、走行する旧東京電車鉄道1系。1933年の銀座4丁目、停留場付近。 写真手前から奥へ一直線に伸びている線路が、本通線。銀座は前を横切る線路が、築地線である。1967年頃の、日本橋停留場付近。手前を千代田橋線が横切る。柳屋ビルディングと、高島屋日本橋店は2018年現在も、存在する。当初架空複線式、後単線式に変更。ハットボの交通博物館。 現在の JR 神ンナマンビルの場所にあり1943年11月1日、廃止。ありがとうございます。